はい、皆さん、毎度毎度。まだカット続くのかよって。はい、この辺からもうコメント返しだね。はい、りょうちゃん先生ね、毎度毎度。まあ、こういうカット来たらね、時間がかかるのはもう分かってっからね。ただ、まあ、次の方ね、男のお客さん待ってっからね。でも、まあ、黙って漫画読んでてくれっから、で、慣れてるお客様だからね。もう来た時点でね、ちょっと気長に待っててって言っちゃうね。もう、気長に待っててっていうのが一番だね。でもって美容師はさ、この刈り上げとか慣れてないからね。床屋さんみたいな、やっぱり毎日毎日刈り上げやるのが仕事かもしんないけど、パーマやつのはね、こんな刈り上げね、あんまりしないかんね。隣のお兄さんだってここまで切んないかんね。隣のお兄さんこんなの、しどくなのに切ったらね、怒っちゃうよね。なんか小僧みてえでダメだこれやってんでさ。あ、でもね、こちらのこのカットね、まあ、なんだかんだ言ってね、笑顔が多かったのよ。ケラケラしててくれたから、笑いながらね。だから、まあ、ストレスなく切れたけどね。ああ、まあ、そんだけだね。はい、しばちゃん先生、毎度毎度ね。お疲れ様です。難しいですね。慣れてないから難しいんだよね。高めの2ブロック。これでも高めでもないよ。低めだよ。の上を短く合わせるの、昔ありました。メンズですか？あ、メンズだとね、どっち縛ってる人なんかね。ああ、上の方で縛ってるからね。2ブロックのどこまでやったかにもよるけどね、それをね、短く上切ってくれってんでしょ？で、ねえ、パイナップルみたいになるよとか、ドラゴンボールのリクームみたいになるよ。切ってくれと言って、切ったら二度と来なくなりました。これね、お客さんも分かってないでね、単純に言うんだよね。で、なんだかんだ言ってさ、切った人の負けだよね。どこどこのお店行ってこうなってんの、こう切ってくれしたらこんなになっちゃったって。そういう言い方されたらね、なんかカットした人の負けになっちゃうけどね。で、男のお客さんだったら、パイナップルになろうがなんなろうがさ、坊主ってのが最後あるわけだからね。でもさ、カットっつうのはさ、切ってみなきゃわからないわけじゃない？で、そうやってさ、そうやって切ってくれと。で、とりあえずお客さんの言う通り切ったらパイナップル見たくなったと。で、じゃあそれ変だからもう一回切り直し。それ、通常料金でやれっていうのって逆に言いたくなるよね。まあでもね、今回この子ね、まあ30分ぐらいかかってるけどね、これ2度目来て3度目来て同じ頭切るとしたらさ、早いよね。もう最後10分で切れるかどうかね。まあ10分じゃちょっと駆け足になっちゃうからね。まあ15分もありゃカットできるんじゃない？2度目3度目になったらね。でもさ、やっぱり初めてさ、こういう状態でこうカットしたわけだけど、やっぱり怖くて切り込めないんだよね。で、この切り込めないから時間がかかる。切り込めないからいい頭が作れないっちゅうの？で、またね、本当にご新規だからね、やっぱりこっちも結構脳疲労を起こすね。慣れてる人だとね、まあ、休みったってそんな休憩する必要もないけど、やっぱご新規のお客様こそね、休憩取りながらね、椅子に座りながらね、腰据えて深呼吸して、ちょっとでも疲れたら休むと。で、お客さんに、はい、どう？って聞いてね、聞いてお客さんが自分の髪の毛をいじってる間にね、休む、深呼吸をするだよね。美容業さ、やっぱり刃物仕事だからね、キュウリだのさ、トマト切るのとちょっとわけが違うからね、やっぱり人のものを切ってるわけだからね。はい、やっとこれで終わりだね。なんで耳の後ろもちょっと切れなかったんかな。ちょっと耳の上のね、斜めの線描いたけど、あそこの出っ張り。で、あとほら、2ブロックとこのライン？ 2 ブロックじゃないんだけどね、ここもうちょっと女の子らしい丸い曲線を出したかったね。耳の上の方ちょっと自分でほら切り込みすぎちゃってからあそこ深いんだけど、あそこもうちょっと丸く、襟足も丸く、なんかこう女の子らしい線を出してあげたかったね。はい、お疲れ様でした。お客さん来た？紛らわしい。違った。違ったの？おじさん？紛らわしい。フフフフ。